皆さん、こんにちは。2023年8月4日午後11時11分、フィギュアスケートの男子シングルでオリンピック2連覇を果たし、プロに転向した羽生結弦さんが結婚を発表されました。羽生さんの結婚相手については名前や年齢、職業など一切の情報が公表されておらず、現在は様々な候補者の名前が上がるのみで、依然として不明のままとなっています。羽生さんは2013年の夏、カナダはトロントにて受けたインタビューでこのように語っていました。オリンピックを2連覇して、アイスショーでは主役を張れるようになって、しばらく楽しんだら結婚かな。それからちょうど10年、羽生さんは全ての目標を達成しました。思い描いた通りの成功と未来をつかんだ羽生さんですが、そんな羽生さんを陰ながら支え続けた女性がいました。羽生さんの母である由美さんです。専業主婦の由美さんは羽生さんの選手時代から国内外の試合には必ず同行していました。最も羽生さんのコンディションを把握しているのは他でもない母の由美さんであり、羽生さんも全幅の信頼を置いていました。移動も常に一緒だったことから、周囲からはまるで恋人のようだったと言われていました。羽生さん自身もかつてスポンサーだった P&G のウェブインタビューで母への思いをこう明かしていました。もともと親子って一つの細胞からできているわけじゃないですか。親子だからこそ分かる言葉にしなくても伝わる絆や愛情ってあると思います。そういった距離の近さが最終的に心の支えになっているなと思います。羽生さんはこれまで熱愛が週刊誌などに撮られたことは一度もなく、また関係者からの目撃情報も一切ないほど色恋沙汰とは無縁な選手生活を送ってきました。羽生選手が女性ファンから絶大な支持を集めているのはそういった背景もありました。この羽生さんの女性関係周りも母由美さんが徹底的に管理していたと言われています。スケート関係者は次のように語っていました。羽生も若い男の子ですから、好きになった子や親密だった子はいたんです。でも現役の頃は異性がスケートの妨げになると母親の由美さんが常に厳しく目を光らせていました。我が愛息に見合う女性を探していた由美さん、今回の羽生さんの結婚相手はそんな由美さんのお眼鏡にかなう女性だったようです。羽生さんのパートナーとしてまず欠かせないのが食事や健康管理面のスキルです。羽生さんは幼少期から喘息の持病があり、極端に体が弱かったことがファンにもよく知られています。その上好き嫌いも多く、食も細かったんだそう。小さい頃はお寿司一つを口に含むのも難しかったそうで、由美さんは羽生さんが食べてくれるもので栄養価が高いものをこれまでずっと探しながら料理に取り組んできました。海外での遠征の時はファンでは力が出ないため、わざわざ日本から米を持参して現地で炊いておにぎりを用意していたそうです。羽生さんは五輪連覇後もトロントに由美さんと2人で暮らし、コロナ禍以降は故郷の宮城県仙台市に拠点を変更、アイスリンク仙台をホームに人のいない深夜黙々と練習に励んできました。花嫁自身にも健康管理力と相応の体力が必要となります。次に求められるのがやはり口の固さです。結婚どころか交際相手がいた事実は親しい元スケーターや関係者にも徹底して伏せられてきました。羽生の叔母でさえもこう明かしているのです。全く知らなかったんですよ。お相手のこともまだ分かりません。ゆずるも親もガードが固くて全然教えてくれない、わら。幸せを願っていますよ。異様にも映る情報統制ですが、入籍発表の文面からもにじみ出るように羽生さんはプライベートな部分を完全に切り分けて活動していく方針です。羽生家をよく知るメディア関係者はこう話します。由美さんは近しいところから情報が漏れることを警戒し、羽生の現役時代は試合の数ヶ月前から情報を遮断していた。入籍が事前に漏れなかったことを考えると、相手側の情報管理能力にも太鼓判が押せますね。18年、個人では最年少で国民栄誉賞を受賞した羽生さんは、イベントや広告収入などで年に数億円の収益を生み出す日本屈指のインフルエンサーでもあります。羽生が花嫁の素性を明かさないのは自分の影響力の大きさから彼女を守ろうとする意思表示にもなっている。
周囲にほのめかすなど浮ついた形跡の見えない妻側もその思いに応えているわけです。3つ目は羽生の苦なきスケート愛を受け入れられる器です。入籍発表にはこうあります。今日も人生をかけて羽生結弦のスケートを深め、一生懸命に努力を続け進化していきます。スケートに詳しいスポーツライターが補足していました。羽生は採点競技から離れてもジャンプの精度や表現力のレベルアップを図っている。羽生にとってスケートは人生そのもの。本人もこれまで羽生を支えてきた由美さんも一緒にいてさらに高みを目指せるパートナーだと認めたからこそ入籍を決めたのでしょう。最後は羽生家の絆に対する深い理解でしょう。羽生さんの元コーチで恩師の鈴木翔一郎氏が振り返ります。結弦は体が強いわけじゃなかったですし、ご家族は彼がベストを尽くせるような環境を常に考えてらっしゃった。ここまでの道のりには人に言えない苦労が多くあったと思います。羽生家では母親の由美さんのみならず、練習の送迎をしてきた元中学校教員の父親、スケートリンクに就職した4つ上の姉らが一丸となり羽生さんをサポートしてきました。別のスケート関係者がこう指摘しています。羽生は家族に対する感謝の念がすごいんです。羽生家の一員になるには本人と同じくらい家族を愛する気持ちがいるでしょう。羽生さんは昨年地元仙台市内に建つ高層マンション最上階の部屋を並びで2個購入しています。合わせて約200平方メートル、値段は計2億円前後のようです。一つは羽生家、もう一つは新たな家庭の新居と思われます。一体誰が羽生家の一員として迎え入れられるのか。関係者は由美さんの考えについてこのように分析していました。考えられるのはやはりアスリート、それもかなり名が通っており、情報管理の知識も有している女性かと思われます。結弦さんの境遇も理解でき、さらには健康管理の知識も豊富な女性となれば一般人という可能性は低いでしょう。また元コーチである鈴木氏の話によれば、スケートの選手は考えられないと言います。浅田真央さんやロシアのメドベージェワさんとの抱擁やスキンシップが多く見られる羽生さんですので、これまでに噂が上がったのはこれらの女性スケート選手のみ。しかしスケート選手の可能性はゼロに近いというのです。鈴木さんの話によれば、羽生さんはできればスケートとは関係がないがアスリートとしての自分に好影響を与える人物を求めていたとのこと。スケート選手ではない有名アスリートということで、現在関係者の中で名前が挙がっているのが石川佳純さんです。実は石川佳純さんは羽生結弦さんの大ファンで、海外での大会の応援にも駆けつけたことがあったのだそう。週刊誌記者は次のように分析しています。石川さんが羽生さんの出場する大会に訪れているのが初めて目撃されたのはロシアです。忙しい合間を縫っての応援ということで、由美さんも感激された様子でしたよ。女性に目を光らせている由美さんといえど、石川さんなら歓迎されるのではないでしょうか。また石川さんはこれまでにテレビ番組などで羽生さんとの接点を披露したことは一度もありません。情報管理も徹底していることがうかがえます。もちろん SNS での匂わせなどもゼロ。由美さんの愛息の花嫁としてこれ以上ふさわしい女性はいないと言えるのではないでしょうか。石川佳純さんと羽生さんが本格的に交際を始めたのは2020年3月、ストックホルムで行われた世界選手権のすぐ後だと言われています。その後海外遠征の時に都合があった時だけ由美さんのバックアップのもと仰せを重ねたお二人。そして石川佳純さんは2023年5月1日、現役引退を表明しています。引退会見ではもちろん結婚が疑われていました。石川さんは笑顔で交わしていましたが、羽生さんとの関係を疑っていた一部の記者は事情を汲んでいたようです。羽生さんが結婚を発表した今、石川さんの妊娠も疑われるところですが、その点についてはスポーツ記者が否定していました。お子さんについてはもうしばらく考えられないと思われます。石川さんが引退を発表し時間ができたのはありますが、羽生さんは何せ完璧主義者ですので、自身も子育てに協力ができる状況が整わない限りないでしょう。石川さん一人に子育てを任せるとは考えにくいです。
羽生さんのビッグニュースに沸いた世間でしたが、その相手がもっと大物だったという可能性、今後相手が本人の口から明かされることはあるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。